皆さんこんばんは、みほとけです。今日は8月の日付を回って15日深夜の2時38分です。今日は、今日というか8月14日ですね、全員が卒業するという盛大な、お祝いのライブが今日あったばっかりなんですよ。もうこれから解散じゃなくて飛び立とうっていう意味で卒業を選びました。なのでちょっともう待ちきれないんで、深夜ですが飛び出したいと思います。それでは深夜のみほとけ精進の旅スタート。豊川稲荷さんで門越しにみほとけの芸事がますます精進できますようにとお願いしちゃいました。時刻が3時52分です。豊川稲荷さんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今日はワンマンライブでいろんなことがありましたね。すごいたくさんの人が来てくれて、中山ユニットの後ろの方のバーカウンターの方まで人が集まってくれて嬉しかったです。なんだろう、今日が本当にライブ直後にやってるっていう証拠がどこにもないから、私は本当にこの時計で時間をずらしていないことをお知らせしたいです。みんなが休んでる時に動かなきゃ意味がない気がして、もうすぐ4時になろうとしていますが、次のお寺に行きたいと思います。さあ新宿の方に来ました。空が白んできました。なるべく気持ちが新鮮なうちにたくさん回りたいと思います。いやそれにしても東京明るい、結構夜景が綺麗でサイクリングは楽しいです。さあ行ってきます。花園神社です。東京では最大級の芸能の神様が眠る神社として有名です。4時35分になりました。もう空がかなり白んできました。ワンマンライブの疲れとかは結構もう取れてます。なんならすごくこのチャリンコ旅が楽しくて、空が徐々に明るくなっていく様子には元気をもらえますね。中まで入ってお参りしていきたいと思います。こんなね朝方なんですけども入ることができました。たっぷりお賽銭を入れて拝ませていただきました。神様、朝早くに起こしてしまってすいません。結構人通りますね。時刻は4時40分です。もう結構街が起き出してます。空も明るい、さすが夏。8月15日お盆真っ只中の早朝です。御仏たくさんお祈りさせてもらいました。さあ最後かな、行けるとこまで次も行ってみよう。自転車に乗るよ。レレレレレー、あーしゃです。おはようございます。まだまだ自転車で走ってます。もうちょっとで着きます。さあ5時37分、おはようございます。朝になりました。やっとたどり着いたここ増上寺さんです。最後にお参りするのはこちらです。増上寺さんの暗黒殿というところです。あの徳川家康公が念持仏として自分の持ち物の埋仏堂ですね、黒本尊の阿弥陀如来さんが眠ってるんですね。なんとそれは活運に恵まれるというご利益がありまして、それのおかげで災難を逃れた徳川家康さんは天下を治めたという伝説です。なので私もその徳川家康さんのご利益にあやかって活運をつかみたいと思います。最後はあらゆる芸能界の戦いに勝つんだという思いを込めて黒本尊阿弥陀如来さんに、なんかすごい音が鳴ってる、黒本尊阿弥陀如来さんにお参りしていきたいと思います。それでは行ってきよう。いやいつ見ても美しい本堂と東京タワーのこの景色ですね。ご祈祷してきました。こちらの本殿さんにもご挨拶をして、私のライブ直後深夜の芸道祈願の旅を終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。この3つのお寺神社を回った私は芸能界での大成功間違いなしなはず。この体を持ってそのご利益を証明したいと思います。こんなお見苦しい私のお顔と声で最後まで見てくれてありがとうございました。さあ豊川稲荷さん、花園神社さん、そして増上寺さん、この3つは自転車で意外と30分ずつぐらいで移動できるので、サイクリングをしながら体を動かしながらお参りしてみてはいかがでしょうか。おすすめです。深夜遅い時間にとか、もしくは早朝のめっちゃ早い時間にお参りさせてくれてありがとうございました。見てくれてありがとうございます。以上みほとけでした。合唱。